こんにちは、セイキン TV です。今日はね、ネオジオング降臨の正月のレディス周回編成紹介していきたいと思います。ペンギンさんの編成をお借りしました。それじゃあ早速編成見ていきます。リーダーテュオレですね。テュオレにアレキサンダー大王の武器を継承しています。で、潜在覚醒、上限解放と HP プラスを振っております。で、サブ木の関羽ですね。木の関羽上限解放に、魔法石武器を継承しています。ここあれですね、元の編成はワンピースコラボのドフラミンゴですね。3ターン変装ができる武器がついていました。続いてゼウスですね。このゼウスはあのダンジョンの試練進化で手に入るゼウスです。潜在覚醒は消せない回復ですね。この消せない回復は 2A 武器をアシストしてからじゃないとつけられないので気をつけてください。アシストはデイトナです。2A を3つ持ってるキャラを継承してください。で、正月ノルディス3体詰めてますね。今回ね、少し HP に不安があったのでスキブと HP 漏れるアマージュをつけていますってな感じですね。はい、立ち回りは PTC の通りです。2回だけね、少し難しいですね。消せないドロップを作られてしまうので木でつなげ消しの形を作りつつ光の 2A を組んで、はい、消せない状態を解除して倒してください。で、あと3回もですね、少し注意しなくちゃいけなくて、3コンボ減算されているのでなるべくコンボドロップをつなげてね、消すようにしてください。今回は少し残してしまいました。10コンボしないとゼウスがカンストしないのでこういう風に残ってしまいます。なんですけど、まあ、今回ね、なんだかんだ HP 高かったので耐久ができました。はい、2ターンに分けて倒しましたね。で、次の階層ボスですね。ボス先制攻撃来るので気をつけてください。ご清聴ありがとうございました。